任務開始。各機作戦通りに行動しよう。 UNF と連携して敵を殲滅する。早くエレベーターに乗って上へ。エレベーターが残骸に引っかかってる。早く取り除いてくれ。登り続けろ。
アニメじゃない、本当のことだ。避けられないか。任せて。自動砲台の識別機能を修復した。これでもう味方を撃つことはないわ。敵接近中。持ちこたえて。あれが指揮機だ。確実に仕留めて。相当完了した。引き続き前進する。この砲台を何とかしないと後続の輸軍が甚大なダメージを。敵の砲火が激しすぎる。
の掃討を完了した。引き続き前進する。この砲台を何とかしないと後続の友軍が甚大なダメージを。敵の砲火が激しすぎる。監禁されている。前方の制御室だ。ここは砲台が多すぎる。通れない。ここはもう持たないか。こいつらは全員処刑しろ。タスクフォースはまだか。どうすればいい。された。敵機接近。制御室を守れ。
機出者を救出しろ。アデレード号を取り戻すぞ。テレサ、こっちだ。スキャン結果によると、アデレード号のクルーはテロリストに捕まったみたい。まずは外部の敵部隊の排除をお願い。その隙にタスクフォースが船内に潜入し、クルーを救出する。了解した。戦闘はまだ終わっていない。持ちこたえろ。大丈夫そう。各セクション、直ちに移送の状況を確認。また、外部との通信回線を遮断せよ。
橋先に UNF との合流地点へ向かえ。急な注意と除隊差が待っている。
した。各員よくやった。傭兵と手当は作戦通り別行動に移る。そのとはこの場で実験をくれ。敵は一匹たりとも見逃すなよ。了解した。一番制御装置を起動。2番制御装置も起動した。始末しろ。3番制御装置を起動。これで最後。
現在の重力は 0.5G で安定している。あとは任せた。ヒルナ注意。スター原核制御室が支援を要請している。ダイダのエリアで合流して。突撃艇の準備が整いました。よし、スターゲートの制御権を取り戻すぞ。全員突撃！戦闘距離まで3回進め。たどり着けたのは俺たちだけか。大佐の犠牲を無駄にはしない。制御室はすぐそこだ。何？佐の軍神の星当たりのもと、戦人たちの罪はあがなわれん。我が名はトリスタン・アレキサンダー・クルーザン。これ以上何時ら地球の引導も家庭のマタゴを怪我させはせん。装置が破壊されたか。あの大型機を取り囲め。包囲攻撃だ。
れを打ち取て審判への時が止まりはせん。お前の罪は連合の軍事法廷でじっくり清算するがいい。敵機を確保、パイロットを拘束しろ。